はい、すいません。さっきの動画の続きです。ベンチャー難しいぞってやつの続きです。後半なんかで、ね、とんでもない嘘言ってたんで、すいません、補正で訂正させてください。キーボードソロの後はまたさらに転調して、最初の転調は C です。ってことは、普通の開放弦使ったこれ使えるので、それで、ジャーさんも言ったかっこいいっていう。じゃあこれ C です。普通のだから、まあ、A マイナー、平行調 A マイナー、その C メジャーですね。でこれはギター最初覚えた時のこの開放弦使った C の、C メジャーのキーでよろしいんですが、これで終わってくるの弾けるんだろうけど、もう3年この後。こんな感じかな これがね、なかなか大変で、キーがですね、C より半音上がるので、C シャープ、C シャープ、D フラット、なんですよ。ということはですね、マイナーキーに直すと、ここだ。だから、B フラットマイナーか。平行調、C に対して A マイナーだから、C シャープに対して、これね、D フラット、 B フラット、フラットマイナーってことは、このキーだと、このフォームだと、ここだ。ということで、低音源、この辺使ってるんですよ。で、ここでね、これ開放弾くって、C でやるとき。で、簡単なんだけど、この半音になると、これどうやって皆さん弾くんですか？小指で割ってしちゃった。って言ってますけど、いいんですかね 普通に開放弦で弾いたやつを半上げると、これちょっと辛いよねって。このフォームなんだよね。なかなか大変だなっていう感じで、これわざとやってるんですよ。そうは簡単に弾けねえぞみたいなね、ノキエドワーさんが 半音上げて、フラット系もちゃんと弾かんと、ギターはダメだぜって感じじゃねえのかな と思ってました。すみません、さっき適当なの言ったんで、訂正でした。じゃあまたお会いしましょう。